はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神受精編です。今日でログインが、809日目ですね。はい、現在2021年9月3日の15時2分なんですけども、今回はですね、最強決定戦、4日目終わり、5日目の第2節終わりのね、結果出てますんでね、そちらの方の、結果報告と、あと、アニバーサリーですね、昨日から来てます選抜総選挙、これの投票がね、投票したいなと思います。所持投票権が546枚ありますんでね、これちょっと投票して、もしこの投票報酬の S ランク契約書出ればね、開封もしたいなと思ってるんですけども、まああんまり期待はしてないですけどね、まあ一応出る可能性あるみたいなんで、S ランク契約書出れば開封もしたいなと思います。はい、はい、それではですね、最強決定戦ですね、4日目終わり5日目第2節までの結果出てますんで、そちらの方見ていただこうかなと思います。こんな感じです。はい、4日目終わりが141、現在が、5日目の第2節終わりで230位ということでね、まあ水曜日128位で、まあ一番、そうですね、今回の一番最高位まで行ったんですけども、まあ大体ちょっとキープしてくれてたんですけどね、金曜日の第1節で1勝4敗でね、377位やったかな、それぐらいまで落ちてたんですけども、まあこの第2節でね、4勝1敗でまた上がって230位ということでね、まあ一応今回の事前の目標の、前回の阪神限定リーグ最強決定戦の僕の最高順位271位を目標にしてますんでね、まあそれより上に一応いるということで、まあ良かったかなと思ってます。はい、選手成績の方ですけども、第2節はまだ反映されてないんですけどね、ですね、岡田選手から金本選手、大山選手、坪井選手、近本選手まで3割打ってますんでね、まあよく打ってくれてますね。はい、一番サンズ選手も2割4分1厘、サンズ選手はね、ここもこういう感じですね。はい、ホームランの方は大山選手20本で、金本選手19本で、岡田選手17本、あとはまあ鳥谷選手12、糸井選手12という感じですね。はい、まあよく打撃陣頑張ってくれてるかなと思いますね。3割バッターがこんなにいますんでね、非常に頑張ってくれてますね。はい、あとまあ打点も大体まんべんなくという感じで打ってくれてますね。はい、まあ盗塁は近本選手29、もうダントツですね。はい、はい、こういう感じですね。あと投手陣なんですけども、投手陣、防御率1位が 2.95 で、井川選手ですね、10勝2敗ということで、いやー素晴らしいですね。はい、まあ勝ち一番勝っているのが青柳選手の12勝1敗ということで、まあ、防御率は、ね、3.93 とそんなに良くないんですけども、まあ、よく勝ってくれてますね。はい、あとはまあ大体ちょっと岩沢選手がね、8.24 ということで、ちょっとまあ選抜に回したりとか、中継ぎに回したりとかね、ちょっとその辺はちょっといじくってるんですけどね、あんまり岩沢選手抑えてくれてないんですけどね、まあ2勝2敗1ホールドということで、まあまあこんな感じかなと思いますね。はい、全体的にまあ2点台3点台ぐらいでね、ピッチャー陣も抑えてくれてますんで、いい位置にいるかなと思ってます。はい、試合数が85試合で、57勝26敗2引き分け、防御率 3.68、 本塁打113、打率2割9分3厘ということで、打率高いですね、2割9分3厘素晴らしい。はい、まあ現在、金曜日の第2節終わって230位、まあ、4日目終わりで141位ということでね、まあ、一応、事前の目標よりも上にいますんでね、順位的に上にいますんで、まあ、このままあともうだいぶ終盤戦ですからね、もうキープして終わってほしいなと思ってるんですけども、まだまだ移動はできませんのでね、頑張ってほしいです。はい、こういう感じですね。それではアニバーサリー選抜総選挙、投票したいなと思うんですけども、まあ昨日のね動画でも言ったんですけども、この藤浪選手に僕は全て入れようかなと思ってます。まあ現在2位で、まあ3位の近本選手結構差ありますんでね、まあ佐藤選手と藤浪選手になるかなという感じはあるんですけども、まあ一応藤浪選手に全部いきます。はい、所持投票権546枚、 S ランク契約書が出れば開票もします。いきます。おー、美男契約書2枚、お、すごい。さあ、ちょっと懐かしいですね、久しぶりにこんなんでしたっけね。はい、エナジーもね、じゃんじゃん変えてきてもらいたいんでね、いいですね、エナジー美男契約書。さあ、なんかどうでしょう、 S ランクとか来へんかな。久しぶりにアニバーサリーのね、あの投票しますんで、さあ何にも来ないですね今のところ。これバンバン、そうですね、こういう感じですね。はい
こんな感じだったかな。さあ、おお、あれは累計ですね。さあ来るか。もう終わる。もう終わる。早っ。あっという間や。はい、終わりましたね。何にも来なかったですね。はい、まあ、B ラン契約書が何枚か来てましたけどね。はい、あと言い忘れてたんですけど、546枚、一応ね、今回あの僕1エナジーも使ってないです。自然回復のみで今のところやってますんでね、まあ今のところというかもう自然回復のみで十分終わりそうなんでね、もう自然回復だけでやっていこうかなと思ってます。まあ S ラン契約書ね、累計でもありますんで、そうですね、きっちり取ってまた開封もしたいなと思ってます。はいはい、今回こんな感じですね。まあ最強決定戦の方もう終盤戦差しかかりましてね、もう5日目の第2節終わりで、230位でしたっけ、230位ですね、230位にいますんでね、まあ高1といえば高1なんでね、まあこのままちょっとあと2日と第 2節ですか、2日と2節頑張ってもらいたいなと思うんですけどね。はい、なんとか、目標より上で最終終わってほしいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神抽選編でした。